ニコラオス・リトラスはギリシャの画家である人物が、生物が、風景画を描いたアテネで生まれた父親のニキホロス・リトラスは画家でアテネの美術学校で教授を務めていた1902年から1906年の間アテネ美術学校で父親やゲオルギオスやコビデスに学びその後ドイツに移りミュンヘイン美術院でルートビヒホンレフツラに学んだ 1912年までミュンヘンに滞在した。当時ミュンヘンで活動していた、表現主義が形の集団からも影響を受けた。バルカン戦争が始まると、将校として招集され、トルコの要塞のスケッチなどもした。いくつかの勲章を受訓し、アテネに戻り、その後はギリシャで活動した。ギリシャ芸術家協会の展覧会に参加し、亡くなった。 彫刻家のラザロス・ソホスが使っていたスタジオに共同のスタジオを開いた。この時代のヨーロッパでは保守的なアカデミーの権威に対抗する分離派の運動が広がっていて、リートラスはコンスタディノス・パルテニスとドイツでアカデミック美術を学んできた世代の画家たちの権威に対抗するために1917年に美術集団オミクロンミューデルタアルファ介入イ,イータを設立した。 このグループは、イギリス、フランスとの協調を進める有力な政治家のエレフテリオス・ベニゼロスによって支援された。父親がミュンヘンで学んだアカデミック美術を教えていた代表的な画家であったが、リトラスは1923年にアテネの美術学校の校長の職をパルテニスと争って校長に任じられた。美術学校の体制を改革したが、1927年に、 結核で死去した。ありがとうございます。